ミニサイズのジャックオーランタン。中にはキャンディーなどのお菓子を入れ、お花紙で包んで作ります。まず、お花紙を重ねて三角に折り、端を切って正方形にします。一つのかぼちゃを作るのに、お花紙2枚使います。正方形のお花紙は、縦横にずらして重ねると破れにくくなります。端の切り取った部分を折り目に合わせておき、両端を液体のりで軽く留めます。もう一枚も同じように貼ります。糊が乾く前に中にキャンディーなどを入れ、糊をつけたところを軽く貼り合わせます。まず隣同士。次に真ん中を開いて貼ります。最後に飛び出たところ4箇所を開いて貼り付けていきます。ひとまとめにしたら先をハサミで少し切り取ってください。緑色のお花紙の切れ端に液体のりをつけ、まとめたところに巻きつけて茎にします。顔は黒い紙で作ります。液体のりやボンドで貼ってもできますが、両面テープをつけたパーツを用意しておき、自分で好きなように貼って作ると楽しいです。お花紙を破ると中からお菓子が出てきます。ここでは見本用にお花紙で作ったキャンディーを入れています。食べ物を渡すのはちょっとという場合は、小さなおもちゃを入れるのもいいですね。トリックアトリートとやってきた子どもたちにプレゼントするなら、たくさん作ってカゴなどに入れておきましょう。お家などでのパーティーでは、感染対策をして子どもたちと一緒に本物のお菓子を入れて作り、みんなで楽しみましょう。